日比谷線の八丁堀の駅、病人2名、気持ちが悪くなった者2名がいるそうです。あるいは事件事故とやもしれませんが、詳細判然としません。駅員の男性から入電しました。8時21分。事件発生を告げる無線音。これは警視庁が公開した地下鉄サリン事件の無線通信を記録したテープの音声だ。異常事態は八丁堀駅に続いて別の駅でも。日比谷線の茅場町駅、内容は先に八丁堀の駅で指令した件と同件やもしれませんが、異臭がして4名ぐらい病人が出たようです。8時23分。当初は何が起こったか全く把握できていないことがわかる。オウム真理教により引き起こされた地下鉄サリン事件だが、現場に居合わせた人々にとってこの時点ではサリンが日本の地下鉄で撒かれるなどとは想像もできないものだった。無線では各地の駅から情報だけが寄せられる。日比谷線の杉地駅、現在電車が止まっている模様ですが、ガソリンの匂い等がし、車両の中にガソリンをまかれた云々の内容です。最優先で調査せよ。どうぞ。日比谷線の神谷町駅、車内でシンナーの匂い等がして苦しい。匂いに関する通報が続く中、事態の把握は進まない。ただいま日比谷線の駅に高齢線ですが、金曜日に調査するも相当の一割、帰宅ゴーバック等の一応当初警察は毒ガスという結論を導き出せなかった。警視庁から各局、本日8時25分ごろ地下鉄駅構内で爆発物を使用した偽装事件が発生した。目撃証言などから薬物を使ったテロであることが判明するが、オウム真理教によるものであることが判明するのはさらに後のこととなる。